吉川英二作玉堂金氏》大きな乳房を垂れたまだらの目牛である超然とした生命に秋の日を浴びて時々沈面なまばたきをしながら草色の唾液を口から流していった地に垂れている綱の端には 竹網のかごが祝いつけてあった。月たらずらしい痩せこけた赤子が赤い小布団にくるまってかごの中に入れてあった。赤子は泣き抜いていた。しわがれた弱い声であった。まだ二つにもなるまい。泣くだけなのである。崩れかけた生小兵や 渋積みの塀や患者として貧しい藩士の住まいがこの広い野原を囲んでいた野菊の強い香りがいっぱいに群れていて腹を二つに割っている岡山への道を行く人はあくびを催した泣きあいて一度眠りかけた赤子はまた泣き出している。 食欲の赴くままに目牛は雑草を嗅いで歩くのでかごもズルズルとどこまでも引きずられていったすすきが目をついたヒーっと今度のは勘が強いややの声だ岡山の城下まで使いに行って戻ってきた喜一郎は土兵の顧問を潜りかけたが おもりはどこへいったかしょうのないのんきものうしのそばへかけてきたそしてかごからあかごを抱きあげてゆるせえわるいやつのう歌をうたってやりながらきいちろうはあやしてあるいた十六さいでまだまえがみだったが 父に似て背が高いし教養と環境も早く彼を一個の成人にしていたご子息お父上の兵衛門様はご在宅でいらっしゃいますか道に立ち止まって赤こや木左衛門が呼びかけた懇意な旗小屋の主人であるおりまする キイチロは答えたが彼の後ろに立っている見慣れない人物に気づいて「今日は少々取り込んでおりますが」と付け加えた「いや長いはしませぬ」後ろの人物は実徳のたもとから誰かの紹介状と名札を出して機材衛門に渡した岡山に参ったらお尋ねすると。 あらかじめお手紙もさし上げてあるそうでこういうお方でございます喜一郎は先に歩いた受け取った名刺には芝交換としてある紹介状は大阪の喧嘩堂からのものであるどっちも著名な人物だし分けて江戸の芝交換といえば 布地へ油で風景人物何でも書くオランダ絵というのを発明して日本の墨の画家を驚かした新知識だということを聞き若い喜一郎などには憧れの名だったその高官殿があの人かしらそっと振り向いてみると長顔頭はくりくり坊主にしていた 利休茶の十徳置くぼんだ目くぼに光のある目とやや傲慢な花柱を備えている喉の骨が尖って毛が生えていたその交換は写生ずにでも取りたいように目牛を振り向いて「この辺りの風俗では赤子はみんな籠に入れて」。 どうして牛に盛りさせておきますか。<laughs> これは裏神様だけでございましょう。のご施策。そうです。弱い赤子は牛に盛りをさせると丈夫になるということを父がどこからか聞いてまいって百章から買い求めましたので。でもお重役はつけておかねばなりますまいな。 ところがその弟目が牛に頼ってちっとも無理をいたしませぬ <laughs> 弟様なら大陣屋川で魚取りをしていらっしゃいました遊びたい盛りそりゃあ牛の知らぬ顔よりも無理のないことでじーや 今日のは風雅の方のお客様じゃ豆腐汁にかまぼこでも切って幹を添え支度をな喜一郎は買ってきて言いつけた広い台所は長年いてくれた女中が嫁いで行った後、と朴嫁な爺や一人だった母はとうに個人だし姉は失災があって家にいないし 不便はあったが質素な浦上家の朝夕はこれで間に合わぬこともなかった旦那様も若様もご心配のあるところお酒でもございますまいこう屋に耳打ちしてよいほどに連れ戻された方がようございましょうじいやは骨惜しみではなく真実にそういうのだった。 いやいや芝交換と申されて珍客じゃ長崎へオランダへを極めに行く途中とか言われていたお父上の名をしたわばこそこんな田舎へも訪ねてくださるのじゃでも若さまのお気持ちまた旦那さまにしてもそれどころではどうかなろうじいや お前にはわかるまいがお父上には世事の風波には崩れぬ石づきが座ってござるそれに風雅の交友はまた別なものかえってお慰めにもなろう支度してくれ客間からは時々主客の笑い声が漏れた主人の裏紙兵衛門は小声で言葉少ない方だったが 高官は多弁でしきりとガロンや洋画の起源をあげているらしかった酒が出てそこの松陰障子に橙色の明かりがさすと次男の木次郎が小猿に川魚をいっぱいあさって誇らしげに帰ってきたじいやお客様が来たろこれをごちそうに出すといいよ ね兄様うん喜一郎は眠った子を膝に乗せて台所のかまちに腰掛けていた11歳の弟の顔を見ると小言は言えなかったし自分や父の今の憂いだの暗い世事の苦しみなどは何も知らない弟の同心に少しでも反射させてはならぬと思った 本にこりゃ串焼きにようござりますわしがとった魚じゃと言うてお父様とお客様に出してくれいいかいじいやはいはい兄の喜一郎は牛を思い出した喜次郎牛小屋へ牛を入れておかんかそうだった 木次郎は元気よくかけていった川魚を焼く七輪の生臭い煙が真っ黒な台所から藍色の闇へゆるくあふれ出した暮れると急に秋の風が寒かった喜一郎は膝の甲を両袖でかばった よく似てるなあ。寝顔に目を落としながら心の中でつぶやいた。姉と瓜二つだ。いくら世間体には父が親しい家の友達から頼まれて預かっているのだと言っておいても世間で信じないわけである。鼻筋が通って色が白くてそして 命的な寂しい目元まで姉そのままだ今日もその姉の問題でこの鴨方から五里り余りほどな岡山の城下へ行って叔父方の七郎右衛門と胸の痛い相談をして帰ってきたところである帰ると途端に客が来てしまったので父に覆名するいとまがなく 自分の胸一つに今包んでいるのではあるが喜一郎は客の調座を迷惑とは思わなかったああして好きな絵のことや風雅の段落をしている間は父も忘れているだろうその間だけは鴨方藩の藩士浦上兵衛門ではなく無名の一絵描き 裏紙玉堂として座っているのだそう思うと喜一郎はむしろ客の長座を祈った帰ったあと父に膝を向けて言わねばならない苦痛が恐ろしかったとても言えないあの父の顔を見ては言おうとしても言えないに決まっているでも 彼は七郎おじからこんこんと説きつけられた言葉をもう一度胸へ尋ねてみた。「つかまえて切れ」「男の方はわしが説いて腹を切らす」「おじの説はそれが前提だった」「姉を切って一日も早く藩の重役の手元まで」 姉の首と始末書とを差し出しておくのがこの際取るべきたった一つの処置だというのである言えるかそんなことがあの父に彼は父の顔を見る前に自分の意思から先に固めておかねばならぬと思った岡山から帰る道々も散々 鋼のように冷たく冷たく叩いてきた決心ではあるが時を忘れているような珠客の笑い声の間に奥から手が鳴った酒酒を。酒がないぞ。門の声である。この溥儀を故意に隠蔽した事実が発覚すれば。 父も罪に問われるのはもちろん由緒とか不代とかにかかわらず亀は断絶と決まったものだ。将を殺して大を救えそう考えるより仕方がないではないか。一人の陰謀なる娘のために兵衛門を死なしてはならぬ。肉親や親族までをこの上不幸にしてなろうか。亀に泥を塗ったとか。 外文とかはもう追いつかないことで問題は切羽詰まっているのだ姉を切れお雪を首にして藩へ差し出せやがてお前の継いへ浦上家は今でこそ岡山の師範鴨方藩の九十国取りに過ぎぬ孤独だが木の辛い雪からの血筋で戦国前後には 軍天神山の城主でもあった旧家だそのえがたい亀を陰本な娘のしでかしたふぎさたなどで断絶させてなるか常に笑来楽で酒でも飲むと耐えないおじが今日は蒼白になっていったものだそしてなおお前たち親子が肉親の情にかられて切れぬというなら わしが切って兵衛門にも言うがよい反方を乱して反省が立つか今でこそ寛役だが裏上兵衛門つい先だってまではお友頭目付け役三十年来その反省を取ってきた役人ではなかったか当然馬職を切るの涙を飲まねばならん。 それをひょうえも,んもうあいにも程がある。ててなしごを手元へ置いて育てておるなど言語道断。訓行へ弓を引くも同じ沙汰じゃ。と付け加えて熱い目を背けてしまった。申し伝えます。戻りかけると、貴一郎 玄関までおじはまたついてきて最後にとそこでも言った「お前は長男だな」「はい」「ご鬼につり込まれて答えたが喜一郎は胸へ五寸釘でも打ち込まれたように感じた今もその言葉の釘がズキズキと痛む」「もう一度父に解いてみてなお父が」 がえんじえない場合は、長男。自分の立場を憐れむように彼は口の中でつぶやいた「姉を切るそれができるくらいなら」「膝に眠っている赤子の顔を見てもとてもできないと心が先に崩れてしまう」 この赤子の軽さはどううだろう生まれてから飯を炊く時に吹きこぼれるネバ汁と米のことよりほかには眠っていないのである。でも父はこの孫がかわいくてたまらないらしい。丈夫になれと祈って目しを求めたり世間の風評も恐れず暇があれば抱いてひょこひょこ外へも出る。 おまでと他人が尋ねればうっかり自慢でもしそうな父である罪の子にすらそうであるから姉の不義が知れた時の処置も父としてはああするよりほかになかったであろう老媒しすぎていると親類の中でも憤るものはあるけれどそれは父としても慌てはしたろう 浦上家の家庭的の信念として肉親のうちからこんな問題を引き起こすものがあるなんて姉が子を産むという現実に迫るまで信じられないことだったから父の耳へ入った時はもう七か月とかで慌てて姉の身を田島の東芝場へ隠し産んだ子は世間体をつくろって 屋敷へ引き取って育てているがさすがに姉はそれっきり帰ってこなかった帰れば命がないそう思っているかまた父にも年下の弟たちにも終生合わせる顔がないと考えているかどっちにせよここへは帰れない身だった田島の湯へ送る時も親類たちは これきりじゃぞ。二度と帰るな5年か10年ほとぼりでも冷めぬうちは帰ってはならぬぞ口々にそう鼻むけしたとも聞いているところが産後まだ1年ともたたない間にその姉がふぎ相手である男と岡山の城下で時折相引きしている といいう噂が立ち始めている叔父は本番の真なので目の前にそんな風評を聞かされてはもういても立ってもいられるらしい父はそれに対してどう資料を決めているのかそれについては一言も家庭で漏らしたことがないそれだけに喜一郎は父の気持ちが察知られて今夜 奥の客が帰ったあとどう話したものか話さないものかいまだにワクワクと心が乱れてただ時間のたつのが怖かった嫌でもおうでも何かの最後が迫ってくるように胸が騒いだ「よくはしゃぐお客じゃ」。じいやは酒を置いてきてつぶやいた。 風呂場へ回って釜口をのぞきながら「喜次郎様遅いのう牛と牛小屋で寝てしもうたのじゃないかなわんぱくもの何しておるかわからぬ見てきてくれじいやはのそのそ出ていった客間の話し声がはたとやんで 急に屋内がシーンとしたのでさてはもう客はいとまかと思っているとそうではなかった日頃兵右衛門のたしなむ七元金の調べが水のようにせせらいできた「人はとがむととがめじ人は」自作の「ふ」を低めに錆びた歌声に合わせながら弾いていた 父も少し酔うているその酔いの気持ちは喜一郎はじっと耳を凍らせた兵衛門は若い頃から病学に興味を持っていた分けて箏を愛したそのことは芸雲林を警護してやがて墨と紙とに心をうさを 現実の外へ遊ばせる楽しさを知っていつか深くなったように倉庫な中華製の民菌を手に入れて朝の茶に夕方の酒耕に誰に聞かすでもなく弾いて楽しんでいるのだった長崎辺りへ白菜されて転々したものであろう明の古現象の作で玉堂繊維と 古典の名があったそれからのち絵の署名には玉堂あるいは玉堂禁止と書いた妻を亡くした後はことが妻のようでさえあったそばを離したこともないのであるおゆきの問題が起こってからでもそれは変わらなかった 来年は50人間一人前の勤めはなされてこれからはという四十九の老いの坂に今のお苦労。ことの寝がやむとともに喜一郎は濡れている自分の方に気がついてそっと拭いた。お兄様びっくりして彼はとんきょうな弟の顔を見つめた。 次郎がかけてきたのだった牛は入れたかこれからまだじゃいったい何していたのかあの夜まで遊びごとはならぬ牛はじいやがしまうであろうから早くお入りなさいあのお兄様ややをちょっと貸して<ん>何 ややおかせ困ったなあ。あの、ややを外へ抱いていっちゃいけないかな。夜ではないか。だって。妙なことを言うの。だって、なんじゃ。こえ、きじろ。隠しごとをすると許さんぞよ。じゃあ言うかしら。 お姉様についそこで会ったの。そしたらお姉様が、内緒でややを見せてくれって頼むから。な、なに姉上に会ったええ。ど、どこでキイチロう。きいち父の声だった。はい。お帰りじゃ。 お客様がお帰りになるご挨拶をせいはっ今ただいま参ります喜次郎弟へ顔を寄せて小声にそなたややを抱いておれだが断じて一歩も外へ出てはならんぞ姉上に会ってはならぬぞえ会ったら兄は承知せぬ よろしいかこわばった兄の顔とその目の光にきじろうは威圧されたようにうなずいた客はもう玄関に出ていたあこうやはちょうちんをともしながら「思わず長いいたしました」したがお二人様のお話まったく時の移るも忘れましてなあ 旅けの顔や襟をどす赤くしていい機嫌になったこうかんも一緒になって「いやあご子息までがお見送り痛みいるそのうちにつたない乱が一夜を送りたそう今日は思いがけない声優いやあ血と食べようたらしい」。 剣を通って帰る集計夜行終わり迷うて里の日は遠く袖つゆに重し <laughs> それもよかろうそうろうと帰っていったじいやはいつの間にか戻って無言のまま客間を片付けていた ことはわしが寄せる。兵右衛門は戻るとすぐとのそばへ座った袋を寄せて膝の上へとを抱き上げいつものように丁寧に吹き始めた「創年から痩せているタッチではあるが四十九の今年の坂でめっきりと横から見た頬骨や肩の尖りに老いが目立つ」。 明かりのせいもあろうが風にも絶えないほど全身が細っている明時代の琴の古きりの上を布巾で静かになでている指先にしても削ったように見える誰がこの肉を削ったか喜一郎はピタと座った父上うん ひょうえもんは顔を上げてなんじゃ目のふちは春風にでもなぶられているようにほの赤い瞳も温用な唇も常と変わらなかった今日五条家へ行ってまいりましたそしておじうえにも会いまして口が乾くひょうえもんは 琴の袋へ琴を入れて「そうかあそこみんな達者かはい」心を鞭打ちながら「父上姉上のご処置について叔父上からも前日お手紙があったそうでござります」おうおう「おおお来ておる」「もう一日も半日も延ばしてはならぬ」と。 <laughs> どう言うてんのき、キレト何を<よ>チ一郎は肘で顔を覆いながら側と片手をついた父上それ以上のこと何で弟の口からお指図ができましょうキレトは勇気のことかお察しくださいませ。 花ばさみで一輪切るようなわけにも行くまいわしに任せておけででもどうかなる包んだことをそっと脇このか壁へ立てかけてややは木次郎の手に眠っております米の子を替えてやったか飲ませました 風邪をひかすなよめっきり夜が寒いはっ喜一郎何の意味でお前は泣いてるか少し書物を読めよ近頃は余毒の声もせぬようではないかつまらぬことにとらわれずと若い間は心の鍛えが大事だ 勉強をすることだそして立ち上がりながら「じい投資め早寝の習慣である兵右衛門は寝室へ入ってしまった兵右衛門の退いた後に座って目付役になった唐橋さないは時々遊びにやってきては 右衛門の絵などをねだっていたがひょっこり喜一郎の書生部屋の窓へ外から顔を出して「お勉強か」と言った「おっ左内様ですかお上がりください」父の下役であったし気立てのよいいつでも変わらない人物と思いながら喜一郎はすぐ顔色が変わった。 自分でもあさましいほど騒ぎが強くなっているのに気がついたいや今日はな内は首を振ってあんたにだけそっと告げておくがと窓口へ肘をかけたお雪殿のことでとうとう本番から行ってきたえではいよいよ表沙汰に この鴨方の師範には先生をお慕いしておる者が多いゆえまあ今日までうすうすは知っても知らぬ顔を装っていたが岡山の方でお雪殿の恋の相手成田鉄之進がまずい事件を起こしてしもた周囲の噂にいたたまれず班長へ自首したものだあっなのってうん ご成敗を仰ぐとえいつですか今朝の着上だから夕べと思うが夕べとあれば弟の喜次郎が外で姉に会ったというその頃であるあとは当然おゆき殿の身だ後藤家なりおゆき殿自身から藩の手の下る前に処置を取ってくだされば我々も寝覚めがよいし 殿へのおとりなしの塩もあろうがご猶予はどれほどございましょうかもうないのだそれを先にも言ったが裏上家と先生の身を惜しんでわざと手続きを遅らせたり殿のお耳へ入れることも一刻のばしに伸ばしておるのじゃ今夕今夜その辺りが関の山と思うが。 早速に捕まつります。せめて五家名の断絶だけは防がねばならぬ。先生もここまでお勤めなされて。ご厚意心に命じまする。忘れませぬ。じゃあ、今日は先生のお顔を見るに耐えぬからお目にかからず帰るがくれぐれも。 衛門の書斎の軒場にある場所を気がかりらしく振り向いて左内は帰った父の言葉に真理もある気がして今日は机に座ってみたのであるが書物は馬鹿の顔みたいに見えたいや暗漢と座っている自分の顔のとおりだと思った「こうしては俺姉に最後を」 刀を帯びて奥へ悟られぬようれ縁から草履を突っかけて外へ出たすると古文で出会い頭に「いるか!」はっと見たが深網が傘に野掛ばかまの浪人風の人物である誰かとっさに思い出せないので傘を覗いた喜一郎は「おじ来るの上」。 とうとう面隠しをかぶらねば参られないざまになった今日が土壇場じゃ。へもにあおうお前もおおい。恐ろしい剣幕である事態は想像のつかないものになった喜一郎はこの叔父あの父が正面からぶつかるさまを考えて慌てて引っ返したほこりに白くなった川旅が ずずかずかと書斎へ通った下げ刀のまま七郎時は突っ立ったものである。兵衛門はと見れば塔子の切れ端へ文鎮を載せ鏡込んで絵を描いている。生来金糸眼なので紙の上へ顔を伏せるようにして極めて地質に墨を惜しみ線を惜しみ硝酸水を写しているのだ。 かつて藩主から配慮したというほうろの名木が、部屋いっぱいに香っていた。ひょうえもん、なを描いてる。絵じゃ。地獄絵か。<laughs> 絵どころではあるまいが。そばへ片膝を折ると、七郎えもんはひょうえの絵筆を取って捨てた。 お主、噂の通り、老狽してアホになられたの。そうかもしれぬ。しかし、うろたえはいたさんぞ。絵を見られい。この初木。墨はやはり用のお手はいかんものじゃ。絵など武士にはわからぬ。それよりも聞いたか。 本番より鴨方へ興文が回ったこと今しがた、唐橋左内が見え喜一郎とひそやかに話していたがどうめさるこれが最後もう裏髪家足踏みをする折はあるまいがそう思うていただくのじゃな祖先に対してこの名家を。 七右衛門は唇をひっつらせた。涙と憤りとが燃える顔を異様な形相にした。良いのかそれで陰本な娘一人をもう愛して部門の処置がなしえずみすみす断絶を待つ心得かわしの家でござる。わしの子でござる。ああ、切れたもの。 もうもう,もう何も言う気力はない貴一郎七郎右衛門に茶をまいらそう風呂茶器をここへ茶などとまず敷物を与えて静かに炭火を移し湯を沸かした薄手な煎茶茶碗を玉のように拭いて こういう時は茶に限る舞茶王のまね事さじではない心をなフッ <laughs> お雪の明日し不始末も武士の教養に欠けた海の仕込みじゃうなずけるわいだがのう七郎へよう考えてみなされや。 若い者が恋をする。恋が進む子供が生まれる植物でもさば春が来る花が咲くやがて実を持つこれは自然の断りでござろう何の不思議もない人間なるがゆえに罪人じゃがさて 我らの若いうちはどうじゃった教人の言として聞きよこう。わしは絵を描く。自然。それをゆがめては真の絵は描けぬ。尊ぶのは技でもない。名木でもない。自然だけじゃ。 それに精進する実が何で咲いた花をむごい腕で折り曲げられよ。成したややを他人の手などへ渡されよう。ぜ然と七郎へ渡って天井へ行った。訳の天神城に隠れなき部偉者。浦上遠江の神宗影の病影も変われば変わる。もうおしまいだ。 これっきり会わんぞひょえもん。やもえぬお達者に喜一郎はおじの後を追って外へかけていったがもう姿は見えなかったおじ上許してください父はどうかしているのですきっと父を救います浦上家は支えてみせます私の力で一心で 岡山への街道へ向かって彼は膝をついた誠意と武士の熱を全身に持っている叔父の姿へ心で拝みながら刀の柄を打った安心してください叔父上忘れてはいませぬ喜一郎は長男です匂いがする 姉は近くにいるきっといるこの鴨形のほかはおそらく今は身の置き場すらない姉だ相引きを続けていた岡山の男も自首したといえば忘れていた肉親も急に恋しくなっているに違いない老いたる父の成し得ぬことをする父の代わりだ亀のためだ何のくそ 嫌いでか千葉下喜一郎の目はおんやのお掘り討ちを残す以外はほとんどくまなく探し歩いたいつか足元は真っ暗になっているしかしお雪の影は見当たらなかったもしや川べりを覗き歩いて水草をそれかとも見た 神社の森の小を仰いでも見た往来の石井戸も覗いたそんな両親のある姉かふと思い出したのは恋意な赤屋であるそこへかけた「喜左衛門姉上が来ておりはせぬか」。旗たの土間から前後もなくとなると「おお 浦上家のご子息いつ座やわオランダ絵師の江官が土らから坊主頭を生やして奥から半身を曲げた「キザは使いに出ておるがちょうどよいより一根参らぬかよかろうではないかこっちも明日は発足でお名残を組んでおるところじゃ」。 近所の飯盛りが45人来て相手のない彼の別縁を取り巻いているのだったうっかり口ばした悔いと不快な気持ちに喜一郎が呆然と息をついていると「お呼び申せ手を取って」飯盛りたちは立ってきて喜一郎の袖をらえた喜一郎は腹立ち紛れに振り払って挨拶もせず 夜の中へまたた走った「いない」「満身に疲れを背負って棒のような足を我が家の方へ引きずってくると夜も更けた野原の中頃に目牛がまだ悠然と立っている」「牛も不遇な飼い主に飼われたものよと木一郎は哀れになった」 若様、ま、どこへ行っておいでたのじゃ牛ばかりではなかった土兵の方にじいやも立っていた見ると傘を首にかけわらじを履き旅支度であるいやお前こそ今ごろからどこへどこかわかりませぬ 旦那様がお待ちかねでござっしゃる「早寝の父がまだ起きてる」喜一郎は胸が騒いだ「いつになく屋敷は高校棟の数が多い」駆け込んでみると玄関は吹き磨かれ庭には水を打ってほうきめが浮いていた部屋はどの間にもささやかながら服を床にかけ何か 一輪の花が亀に生けてあったどこともなくにうのは父が常に炊く香の香りであるちょうど正月の朝を待つ除夜のようであった「喜一郎戻ったか」あ<っ>彼は茶室の竹江に腰掛けていた父と弟の姿に目を見合った。 二人ともに旅装をしていた。兵エ衛門は袋包みのことを皮ひもで斜めに背に負いロ郎は常の木刀と違った小脇差しを指していた「すぐお前も支度をせい草履はそこにあるちりをこぼさぬように履けよそしてこの包みはソチが背負うのじゃ」。父上、これは… ご先祖、また母上のお位はい。ではこの屋敷を捨てていくのではない。訓行へお返し申し上げるのじゃ。支度ができたらわしと共に喜一郎も喜次郎もお陣屋の方へ手を合わせて代々のご恩を謹んでお礼申し上げ 住むと静かに門を出て「じ」「参るぞよ」「父上」「では住み慣れたこの鴨方も今宵限り今宵限りは武家奉公じゃ大地は鴨方から日本中の参戦に続いて境はない」<laughs>「 明日からはお前たちの空も広いぞいやわしの慕う山銭の自然もすばらしかろうまるで母親の懐へ戻るようじゃさあ行こうぞじいやは牛の手綱を引いてきた牛の背にはかたくらに 深々と赤子を眠らしている竹籠と片方には一個のつづらを祝いつけてあったそれ以外のもの何一つ持とうとはしないのであるじいやがちょうちんをとぼしかける「待て待てご領土を離れるまではあかりはご遠慮せねばならぬ」。 武士にあるまじき浦上一家の四人げそう晴れがましうてはおってたちが迷惑であろう喜一郎もそれを案じた脱藩の菓子には当然追い打ちの言命がかかるはずだ鴨方藩には幸いに父に死熟する人が多いとしても 手を打って見るものも無論あるのが世の中だ追っ手に出会えば切り捨ての狂人に会うことは覚悟しなければならない寝静まったお神谷町、見慣れた川橋の名森に包まれた村赤別の目から後ろへ去ったそして二里八島峠 もうとしてもよいぞ本藩と師範の領土境であるその境界線は二本松だった提灯がポッととったまだ夜は明けない光の輪の中に佇んで海を感じる闇へ向かって人々は息をついた すると5人ほどの軽装した武士が崖際の見晴らし茶屋の陰からずかずかと近づいてきた喜一郎はぎょっとして思わず束袋を取って捨てた武士たちは囲むように前へ並んだ師範の者2名に本番の者3名である目と目の勝ち合った途端にお互いの唇が固く結ばれたのは その中に本番では叔父の水野七郎右衛門と師範の中には唐橋左内の顔が混じっていたためであるたっつけばきに鉄鋼がけの身支度は無論追い打ちの使者だが七郎右衛門は昼間とは比較にならないほど血相が和らいでいてもう会わぬはずであったが唐橋殿の計らいで 最後のお別れにと最前から待ち受けておったすべては殿のご寛大とそれを動かした同僚たちの遊戯じゃ次に内が言った。浦上先生いや極道禁止へ申し入れるご出家の門出に何の選別もござらぬが 本番にて精ばいした死骸一つ、あの松の根元へ捨ておきました。いかようともお任せ申し上げる。ではルローの空、お体おいといをお願いまする。申し上げるぎはこれだけ。歓言のごとく出て、歓言のごとく立ち去りかけた。あいや、お待ちあれ。 名残惜し氷右衛門は手を上げた肩のことを下ろして地上に座った袋を解いて七弦をなで静かに目を塞いだがやがて民菌の音が震え踊る指の先から「あいあい上々」と「人はとがむ」と「とがめじ人は」 怒るとて怒らじ怒りと欲と捨ててこそ常に心は楽しめかなたの松の根にくくられてうつむいていた武士は立然として顔を上げた兵衛門も木一郎も見たことのない侍だ なのに彼の目が心の底からわびるようにさんぜんと涙を流していたのっそりのっそりじいやは若侍のそばへ牛を引き寄せた牛が足を追って寝そべったつづらが開いたお雪は そこからたしく生まれた瞳に少しも汚れていない涙と明けの星の光と今朝からの魂をもってもっともそれはお雪ばかりではない。